はい、開始しました。またまたですね、しつこくと言ってもですね、今週ちょっと1週間の間になんかいろんなことがありまして、ちょっとあまり手が回らなくてですね、ちょっとなかなか、先進まなかったんですが、まあ、とにかくですね、ある子、35、なんとかしないとというところなんですけども、ですね、いろいろあの子のこともなんか本ないかなと思ってですね、調べておりましたところ、いいのかなこれで、カメラレビューのですね、クラシックカメラ専科の、ナンバー16コンパクトカメラ、ここのところにですね、ちっちゃくアルコのすべてっていうのがありまして、古本屋で見つけて買ってきました。まあ、アルコのすべてっていう割にはですね、そんなにページ数は、なくて、で、8ミリがやっぱり、大きく取り扱われていて、で、まあ、確かにそういうメーカーだったんですけど、15年ぐらいで会社構成法。まあ、ただこのカメラレビューね、やっぱりいい仕事してるなと思ったのは、その1990年に発行の本で、まだその、アルコのですね、作ったで当時の社長さんとか、そういう、生きている人をですね、実際に取材して記事を作っているっていうのが、非常にこう、もうね、2014年になって、さあ、こういうことが書けるかなっていうのは、だんだん怪しくなってくる、危なくなってくるんですが、まあ、それにしてもですね、やっぱり当事者の、喋ってもらうのが一番いいと思うんですけども、まあ、逆に言うとそういうふうに会社がこう倒れちゃった時のことなんかは、ね、あんまり辛いことかもしれなくて、なんかちょっとこうあまり触れられてなかったりもするんですけども、まあ、そんなところでですね、まあ、記事があって、まあ、いろいろ読んでみたりもしてるんですけど、まあ、そのカメラのメカニズムっていうよりは会社のこう社史みたいな内容でですね、まあ、それにしても、このアルコのですね、次のバージョンの、巻き上げレバーの、ついたアルコ35のですね、平面、なんていうんですかね、こう3方向から描いた、図がですね、ちょっとこれ今コピーしてきたんですけども、カメラレビューに載っておりまして、まあ、これはアルコ35じゃなく、の次の、セルフコピーができるやつの図面なんですけども、ここにですね、蛇腹が、また蛇腹の話なんですが、なんかね、大東ジャンクカメラが大東蛇腹製作所みたいになってますけども、この、一応ですね、こういう感じで蛇腹がくっつくよっていう、図がありまして、で、僕、この蛇腹なんか作れないかなと思ってですね、ちょっと頑張ってみたりもした、要するに、まあ、こういう風になっちゃった蛇腹をですね、なんとかせないかなと。いうところでやったんですけど、この、要するにこの、ひだのですね、数が、一個多いんですよね、これ。だこの図が正しいのか、どうなんだろう。このコッパみじんになった蛇腹の、復元でなんか一個抜けてんのかな。まあ、よくわかんないんですけども、まあ、とにかくですね、まあ、この図面があるし、まあ、アルコが改良されても、この蛇腹の寸法はそんな変わんないんだろうと、思ってですね、まあ、一応こう、もう本当にフリーハンドの手書きでですね、まあ、こういうふうにトレーシングペーパーにですね、写し取ったりなんかして、さっきの段数を修正してですね、まあ、なんとか作ってみようと、チャレンジしたんですけど、ちょっと今日の放送には、間に合いませんで、なんですが、で、そのね、蛇腹を作ろうというふうに決意したのがですね、この蛇腹のお尻がくっついていた、この枠ですね。で、これが、まあ、リベット止めしてある代わりに接着剤は使われてなかったんですけども、まあ、このリベットのがですね、外せましたので、お、これはいけるかなと思って、で、逆に、穴はですね、ほぼ1ミリでした。だから1ミリのリベットどうしようっていう、こともですね、いろいろ考えてるうちに今時間が経っちゃったんですけど、
だからリベットとしてはですね、こう頭が丸い、リベットが、ちゃんとですね、8個入っておりまして、で、まあ、そのですね、とりあえずこうリベットの、外すやり方なんですけども、まあ、よくね、ドリルをこう落とし込むとかあったんですが、この場合はですね、ちょっとドリル使えなかった、要するに、リベットの頭丸い方がこっちにあってですね、ここに蛇腹がついてますから、こういう方向に、内側からですね、なんかその削るものを入れないといけなくて、ちょっと、こうドリルを落とすには、ちょっとスペース的に足りないなと思ってですね、ちょっと困ってたんですけども、プロクソンとかそういう、いわゆるルーターのですね、この先っぽに、こういうですね、ダイヤモンドのヤスリなのかな？で、丸いこういう球になっている、わかりますかね？先っぽはこう、地球儀が半分くっついてるような。で、これをですね、この先につけまして、やると、上手に剥がれましたので、まあ、ちょっとですね、一個だけ、練習用に、あんまり回転を大きくしないで。で、これをですね、実際はまあ、ここにこう、蛇腹があるわけですけど、まあ、こう、押し付けてあげる。こう、球をですね、押し付けるような感じで、いくとですね、あ、これ、あれか。ょっとこう、なんていうんですかね。ゴミが。で、こうやって削っていっちゃうんですね。あ、ね、今、ゴーって言ったら、キンってなったと思うんですけど、これで、この柔らかいアルミから周りの硬い真鍮にこのホイールが当たるところで一応削れたことになってますね。あとはですね、このなんでしょう、ここをこう、バコンと抜いてあげればいいんですけど、まあ、ちょっと、まだ足んないかな。ちょっとまだ足んない。これ実はオリジナルの僕が打ち込んだリベットなので、ちょっと実際よりも汚いんですけど、肉とかも。ね、とこうちょっと今削りすぎちゃったかもしれないですけど、こう穴が見えますかね、丸く8箇所で接着剤使ってもらって、この状態だとポロッと蛇腹が取れますので、あ、これなら蛇腹を作ればなんとか復活するか。それでオリジナルは外側からリベットを打って中側で潰してですね、銀色が当然出てきてますから、艶消しの黒でこう、軽くなんてタッチペイントみたいな感じのが、できてたんですが、っていうか、そういうふうに行われていたんですが、それでですね、今度はその、これを、くっつけるやり方が、こう、なんていうかな、
確立しないと蛇腹作っても意味がないんで、これ結構がっちり止まるな。自分で言うのもなんだけど、自分で言うのもなんですけど、ガッチリ止まらない。で、その、簡易リベットの作り方みたいな話になってきちゃうんですけど、あれこれ、逆にガチガチにくっついちゃ、え？本当かよ。こうちょっと削りすぎちゃいましたが、ちょっとここでこうペコペコになるとですね、少しこう成形して、こう精度の高いですね、なんでしょう、こう平面のピタッとなるやつでちょっとこうてっ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 と直しておくんですけど。それで、まあ、こういうふうにこう最終的には取れちゃうんですが、でいろいろやったんですけども、例えばプラモデルのディテールアップパーツとかですね、リベットとか車のモデル用とかあるんですけど、まあ、1ミリのリベットでなかなかなくてですね、それで他にどんなやり方あるのかなって、例えばこう金属板、ペンタックス S3 かなんかのリストアのホームページをやっている方がいらっしゃいまして、で、膜のところがリベットで留めてありまして、そこをこうアルミの針金を入れて、穴をですね、こう、ツバがつくような形に作って、そこにこう、叩いてリベットを作るとか、紹介されているページもあって、なるほどなーって思いましたけど、で、まあ、今回ですね、ちょっといろいろやってみて、実用的だなという目処が立ったのがですね、まあ実際は蛇腹をここにかぶして最終的に枠を止めて、でまあこの穴にですね、これ1ミリのアルミの針金で、これ俺ダイソーで買ってきたんですよ。あと買ってきたって昔買ったんですよね。今売ってるかどうか。アルミ自在ワイヤー1ミリタイプ、プロデュースト4ダイソージャパン。ね、この間もクリーンボーイで吹きましょうなんて、ここで実演したら、クリーンボーイが実は生産中止になっていたなんて言って、これも今あるのかどうかちょっと確認してないんですけども、まあ、こういうアルミのですね、柔らかいワイヤーを、使いまして、それでですね、もう、いきなりここで潰しちゃえと。挟んで。っていうのでやってみたところ、結構、外見は、リベットの頭が丸く出るわけじゃないんで、みすぼらしいんですけど、最終的にはこれ見えないところになるので、まあ、許されるかな、というのがありまして、ニッパーがどこ行っちゃった。これをですね、まあ、この厚みに合わせて切るんですけど、まあ、どれぐらいですかね。蛇腹が今できてないんで、なんとも言えないですけど、まあ、5ミリぐらいの長さに、とりあえず切ってですね。で、これを、この穴に、通しておきます。5ミリじゃちょっと長いか。もっと、3ミリぐらいでいいのかな。で、まあ、例えばここにつけるとするとですね、手がもう真っ黒になっちゃった。こう、取ります。取ります。取ります。と
取りますよね。そしたらこれをペンチでグニハッとつまんじゃえばですね、いいという理屈なんですが、実際はですね、作るときはここに蛇腹がこうありますから、こういうふうには挟めないで、後ろ側からこういうふうに挟、このつばの分だけ逃がしてですね、挟んでやらないといけなくて、これはですね、やっぱ工具作るしかなかったですね。で、ペンチをですね、こういうふうに、見えますかね、これ。先っぽをくにゃりと曲げまして、これ火で炙って真っ赤っかにしてですね、クイッて曲げれば、高温にすれば曲がりますので、曲がんないってなんか文句言ってる人も若干一面いましたが、曲がりますから、くにゃっと。でですね、今回これ作った時はちょっと油で、僕普段は水でガーンって、ジャーって言って焼き入れしちゃうんですけど、油、いわゆるスーパーで売ってる、天ぷら油でですね、やってみたら、ジュワーとか言わないで、スッてこう入ってですね。で、まあ焼きが入ったんで、おこんなんでいいんだ、みたいな。それから少しですね、遠くで炎を当ててですね、少し焼きを戻してあげる。それはもう赤くしないで青くなるぐらいですね。ジュワーってこう温まってくると、わかるかな？この辺少し青くなってんのが、わかりますかね？ちょっと、金属の色が青くなってるんですけど、こっちで比べて、こういう色ですね、ぐらいになったらもういいぐらいの、赤くしないでですね、少し戻してあげて、そうするとこういう工具いろいろ作れますので、それで、このリベットが当たるところを、さっきの丸い、ウィーンってやつで、少し凹ましておいてですね、で、こういうふうに逃がしてあげる。で、これでですね、まあ、実際はこう、蛇腹っこにありますが、下からこう入れて、くにゃりと、曲げて、くっつくかどうかってやってみたらですね、まあまあいけるかな。さっき、目がちょっとどんどん、で、こう、ぐにゃっ。で、こんな感じですね。そうともうこれで、さっき外したのがまさにこうやって作ったやつ、リベットなんですけど、結構ですね、しっかりくっつきますので、で、この部分はですね、ここに蛇腹がこうありますから、フィルム面側からこう見るとここが見えちゃうので、この銀色はですね、まあ、もう少し潰してもいいんですけど、なんかトントントンとかやってもいいし、まあ、このままですね、つや消し黒でちょ、実際、アルコもこういう風にちょちょって塗ってありましたから、まあ、それでいいのかな。っていうような感じでですね、ポン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 と蛇腹ができたら、くっつけられればですね、まあ、いいとこまで再現できたかなと、いう目処がだんだん立ってきましたので、まあこういった、まあ、ちょっと、作る手間はあるんですけど、こういうの作るのも逆に面白いですから、ちょっとなんかいろいろ作ってみると皆さんにもお勧めしたいと思うんですけども。まあ、で、ダイソーの100円アルミ針金でですね、かしめてあげれば、あとは蛇腹ができればですね、お、アルコ35復活かみたいな感じ。ただ、ちょっと蛇腹を作るのがですね、ひだの数の計算を間違えていたので、ちょっとですね、今日間に合わなかったんですけども、ということでなんかね、これでユースト終わっちゃっていいのかな、もうちょっと喋んないとダメかな。ということでですね。まあ、じゃあ今度蛇腹どうしようって話なんですが、で、まあ、蛇腹の素材は素材でですね、まあ、僕が手に入れられる革っていうのは 0.2 ミリぐらいの厚みの羊のヤンピーっていう革、もうこれはもうしょうがない。これで作るしかねえなと。で、アルコのこの、この間分解しちゃった蛇腹のですね、厚みが、だいたい 0.3 ぐらいなんですね。ですから、あと 0.1 ミリの間に、こう、革以外の紙と、布をこう、入れたいんですけども、で、いろいろ、こう、ちょっと探してました。で、結構いい線いってんのがですね、さっきのこの、
例えば通信販売なんかでですね、物を買うとこれをくしゃくしゃにしてこう段ボールに一緒に梱包したり、あとこの間浅草のあたりでですね、紙や布屋さんとか行ってきたら、これにくるくるってくるんでですね、はい、なんだ、包装紙の代わりに使ってた、この、なんですかね、これハトロン紙のような、ちょっと和紙っぽい、パリパリパリっとした紙で、まあ、ちょっと厚みがあるんですけど、まあ、これが使えるかな。多分、オリジナルのアルコはですね、これに近い、クラフト紙の薄いのかハトロン紙か、なんかちょっとわかんないんですけど、これを多分使ってたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと皮の厚み分これを使うとですね、今回は厳しいかなという感じがするんですね。ちょっと予想なんですけど。で、とにかくこの、こんだけの段数がありますから、こう、かなりこう折り込んでも厚みが出ちゃうんでですね、やっぱ極力薄くというのでいろいろ調べましたところ、とにかくもう薄い、だから、アルコの場合はなんですかね、タスキがこういう風に出て、こういう運動するわけじゃないですよね。X になってるのがただこう出るだけなんで、あんまりこう、蛇腹がよれないでスッと出ますから、多少なんていうか、柔らかめの蛇腹でもいいんじゃないかと思ってですね、薄い紙っていうのを探してみました。で、一つはこういうですね、岩皮紙という和紙でも、透けて見えるぐらいの薄い和紙で、ただこれは強度が比較的あるというふうにされてまして、でもっといろいろ調べていくとですね、箕面和紙っていうですね、名古屋岐阜の方の箕面ですね、地名の箕面、そこの箕面和紙っていうのがですね、こうやっぱり引っ張り強度とかなんとかっていうのが非常にいいというのを見つけまして、その和紙いろんなところで、どんなところで売ってんのかなーって思って、いろいろ探してみたところですね、黒色のこれ、フライスパンという商品名でですね、なんとですね、もう全然知らなかったんですけども、模型飛行機ですね、僕ら子供の頃やった、これゴムでこう巻いてビューンって飛ばす、竹ひごで作った模型飛行機、あれのですね、翼をこれで貼るんだそうです。ですから、軽くて強度があるっていうのに、まあ目的は、そういうもの。で、色もいろいろカラフルにありまして、で、これがですね、岐阜の江崎模型っていうとこのホームページで買えたんでですね、買ってみました。で、厚いのの白と薄いのの黒、どっちがいいかな。まあ今回は薄い方で行ってみようと思ってるんですけど、まあですね、こういう、箕面和紙の、これをちょっと使ってみたいなと。で、実はその江崎模型っていうところのページを見てみましたところ、なんとですね、要するに大正時代とかに服用機で飛んでた飛行機は、まあ、木でできてて布をこう貼ってたわけですよね。ちょっと僕、うろ覚えなんですけど、昔映画で翼よあれがパリの日だっていうですね、映画で、あれはジェームス・スチュワートだったかな?が、まだ、大西洋横断に向かう前に郵便のなんか速達の飛行機で運ぶアルバイトなんかしてて、まあ、こう、友達と喋ったりしてる時にですね、穴が開いた翼のところをこう布をペタンなんて貼って、ハケでこう塗って修理してるようなシーンがね、確かあったと思うんですけど、あの時に使う布っていうのがですね、まだ売ってたんですね。で、それがこの、江崎シルクっていう、やっぱり絹の布、でした。で、実際の模型引く、まあ、ラジコンのエンジンなんか、今でも布を貼るそうです。まあ、この辺は江崎模型のホームページ見てもらえるといいんですけど、ですから、これをですね、まあ、やっぱりこう、エンジンドープっていうのをですね、こう、木のバルサとかで作ったですね、羽にこう貼りまして、やっぱこれもこう、薄い感じの絹なんですが、で、上からこう、溶剤を塗ってですね、塗り重ねていって強度を出すらしいんですけど、まあですから、これとですね、さっきのフライスパンを使っても、できるだけ薄いジャパンをですね、ちょっと作ってみようと、思いまして、ちょっといろいろやってみたんですけど、ちょっと時間がなくてですね、今日間に合わなかったんですけども、これでですね、ちょっと先ほどの、
蛇腹を折って、で枠で、でリベット、ひん曲げペンチで打ってですね、行けばなんとかなるんじゃないかという まだ結果は出てないんですけど、っていうところまでですね、来たところで、ちょっと今日を迎えてしまってですね、これ以上もう何も喋ることがなくなってしまったんですけども、まあそんな感じでですね、少しちょっと歩みが損なってしまったんですが、進んでおりまして、まあそれをですね、ちょっと来週までに仕上げて、行きたいと、思いまして、まあちょっと今日はもう残念ながらですね、そこまで喋っておしまいかなというところなんですが、まあ別にこう蛇腹がこうありますからね、こういうのでこう逃がして打つ、ギュッとやるっていう、このひん曲げ、これがですね、なんだかんだこれ30分1時間格闘したのかな、なんかちょっと、休み潰れちゃったんですけども、まあそんな感じでですね、ちょっとやってみたいなと、思ってるところで、ちょっとまあ、アルコの話はこの辺かなと、いうところで、ちょっと、今日はあんまり、準備というか、まあ、全然違う話題に行ってもいいんですけども、ちょっとここが片付かないことにはなというところもあって、今日はまあちょっと早いんですが まあちょっとこの辺でですね、というところで、あとですね、このちょっと補足的なところもあるんですが、なんだっけな、ペン、なんだっけ、森ワイパーか。これがですね、なんていうかな、先がすぐ固まっちゃって、あれ3本予備がついてるんですけど、でもガタガタ振ると、もう僕もぶっこぼしちゃって、あれがまた頻発しまして、振るととにかくね、ぐわーっとこぼれちゃって、もう手なんか真っ黒になっちゃうんでですね。で、中身を全部出してですね、あれ 10cc ぐらい入ってるから結構一瓶入ってるんですよ。で、この瓶に移しておいてですね、で、下の方にも何日もすると、モリブデンが当然重いですからね、沈んできますって、もうヘドロみたいにドローってなるんで、ちょっとこう爪楊枝で、あとマジでですね、実際筆でもう塗るという方針にしました。だからカラ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 っていうペンはですね、ペンの先が、先っぽがついてまして、それを押し込むと中の、液がドワーッと出ますので、こういう瓶に移すときはですね、こうペンを下向けにしといて、まあ、爪楊枝でも綿棒でもいいんですけど、こうちょっと曲げたものをですね、ペンの下からこうグーって入れて、中にはスプリングでこう、漏れ止めがかかってますね。それをこうグーッと押し上げてあげるとですね、ジャーッと、出てきますんで、でですね、こういう瓶に取り分けた方が、後々、要するに、一回で使う量はわずかの量なんで、こうワイパー全部塗るわけじゃないですからね。だからこういうなんでした方が、いいかなと思って、ちょっと瓶に移してですね、やってみようかなという、ちょっと補足的なところも。ということでですね、今日はちょっとすいません。あんまり進みませんでですね、ちょっととにかく、来週までになんとかジャパラを作って、ここにですね、はめ込むと。というところで、ちょっと今日はもう、しょうがないというところで、まずい人がやってきたんでですね、そろそろ退散しようかなというところで、真っ赤にすれば曲がりますので、これ。というところでですね、ちょっと今日は、この辺にしたいかなというところであります。はい。